妻マナカマラは、フランスオードセーヌ県コロンブ出身の元サッカー選手、元フランス代表。現役時代のポジションは、センターバック、マリにルーツを持つ。マリ出身の両親の下で、オードセーヌ県コロンブに生まれると、17歳の時に2部の AS サンティティエンヌからプロキャリアを開始し、1997から98。 シーズンに鈍ながらも、レギュラーとして26試合に出場した。1998年6月に、イタリア一部のインテルナチオナーレミラノとオプション付きで2003年までの契約を締結したカマラは、大きな期待を寄せられ、年代別代表で一緒だった同胞のウスマーヌダボと、ミカエル・シルベストルとプレーすることになったが、リーグ戦の出番は、 訪れず、コッパイタリアに2試合出場した後、1998から99シーズン残りを、同国一部のエンポリ FC、1999から2000シーズンを、フランス一部の SC バスティアに期限付き遺跡で滞在した。2000年6月1日に、フランス一部のオリンピックマル声優と契約し、加入1期目こそレギュラーだったものの、 翌2001から02シーズンは控えに回り、シーズン途中の2002年1月に、ラミーヌサコートの交換遺跡で、RC ランスと契約をした。しかし、ランスでは、定期的な足の付け根の負傷から、同2001から02シーズン残りの試合に出場が、できない状態にあり、翌2002から03シーズン開幕後もしばらく、出場できず、復帰してからは、 ジョエル・ミュレ監督によって不慣れな右サイドバックに起用されて不本意な形に終わった。2003年7月22日にイングランド一部のリーズ・ユナイテッド・ a f c へ期限付き移籍で契約する。マイケル・デベリーとルーカス・ラ・デベが開幕前に負傷していた影響もあり、序盤戦はレギュラーとして本来、左サイドバックのドミニク・マッテオや中途加入のロッキ・ジュニーオールとコンビを組み、 8月30日のミドルズブラ FC 戦で初得点を挙げたが、ピーター・リード監督からエディグレイ監督に交代後は出番に恵まれず、またシーズン終了時に2部への降格を経験した。なお、シーズン終盤の3月にクラブの逼迫している財務状況を知り得ていたら、そもそも参加することはなかったと非難しているが、その一方で財政難を緩和するために、 クラブから1月に契約解除の申し入れを拒否していた。2004から05シーズンから復帰した古巣のサンティティエンヌではバンサン・オニオンとコンビを組み、在籍3期でのリーグ戦欠場がわずか6試合のみと、不可欠な存在として活躍した。2007年7月24日にパリ・サンジェルマン、FC と4年契約を結び、アラン・カイザック会長からフランスで、 最高のセンターバックと評されたカマラは、ポール・ルクエン監督の下で、マリオ・ジェペスとコンビを組んで、加入1期目ながらもリング戦、全38試合に出場し、クープ・ドゥラ・リーグでは優勝を果たす。以後のアントワーヌ・コンブアレ監督の下でも、センターバックの一番手としてママル・サコーや、サミート・ラ・オレ、シルバン・アールマンとコンビを組んでいたが、クラブの筆頭株主が、 カタールの政府系ファンドになってからは補強の煽りを受けて序列が下がっており、一時は対談を決心するも、スポーツディレクターのレオナルドの説得によって、契約を2013年夏までに延長した。その後、状況はより顕著になったものの、2013年6月と2014年5月に、それぞれ契約を1年に延長することに成功している。二千十四から十五シーズンをもって、 現役を引退。フランス代表としての出場機会はなかったが、ロジェルメール監督の下で、FIFA コンフェデレーションズカップ2001のメンバー入りを果たし、2001年6月1日のオーストラリアとのグループリーグ第2戦で初出場を飾る。以後の出場はなく、2005年にサンティティエンヌでの活躍から、レーモンドメネク監督によって負傷したリリアン・チュラムの 大役として 2006FIFA ワールドカップ、ヨーロッパ予選のスイス戦とキプロス戦へ向けて招集されているが、出番は訪れなかった。ありがとうございます。